今日2日で来ました小桜とボタンちゃんです。ちょっとね、変わったやつが多いですよ。今日の小桜はこれはブルーボタンですね。今日ボタンは1羽のみです。小桜の中でもね、もうこの子ね、最高級のやつですよ。バイオレットのねバイオですね。最近ねバイオレットじゃないんですけど、小桜のポッパーリンブルーとかですね、ブルーパイドとか非常にブルー系の高級なやつが入ってるんですけどね、これはもうさらにねバイオレットでパイドですからね、最高級クラスですね。今のもうかなり綺麗になりますよ。ここから上は白くなりましてね。ところが普通ならブルーはここ白なんですけどね、この辺がね、この子色が見事に入ってます。昨日ね、ここも黄色くなって、ここは白が少し入ってます。これボタンちゃんはここを置いといて、はい、この子はね、オリーブです。オリーブの綺麗なやつです。オパリンですね。もうかなり綺麗ですよ。これもうちょっと大きくなったら、この子がねシナモンです。薄いアメリカンシナモンだと思いますけどね。大体大きさがそんなに変わらないですね、この4つは。それとね、これ明日か明後日取りくるお客様のお預かりしてるんですけど、これはでかいですね。よく食べたからね。うん、これはブルーのオパーリンです。かなりでかくなりそうな感じがしますね。これと一緒にね、今日から一緒に入れましたからね。これはもうやっぱり面倒見てますよ。オカメがねよじ登って入ってくるとね追い出しますからね。これがオカメがね隣の段ボール箱からよじ登ってきてここへ落ちるんですよ。今度出ていけって言ってつつく真似しますね。これが今のとここの部屋のね親分です。まだヒナですからね。自分も1日4回させてもらってます。